今までいろいろなアイドル、いろいろなグループについて話した動画を投稿してきました。動画を投稿したら、私は必ずその動画を分析するんですけど、そしたら見てくださった視聴者の年齢だったり、性別だったり、わかることができるんですね。その中で、どうしてもね、納得できないところがあったんで、皆さんに紹介したいと思います。TWICE 2015年デビュー、20、2020年デビュー。普通に考えて TWICE の視聴者の年齢が20の視聴者より高いはずだし、皆さんも先にデビューした TWICE の方が高いと認識してると思うんですけど、実際は驚くことに20の方が高いんですね。他の JYP のアイドルグループ ITZY の場合はちゃんと TWICE の視聴者より若くなってるし、 NMIXの場合はまた ITZY よりも若くなってるんで納得できる結果なんですけど、なぜか20だけが逆に TWICE よりも視聴者の年齢が高くなってるんで異常に不思議なんですね。メンバーごとに多少変わるところもあるんですけど、そこまでの差はないんで、この不思議な現象についていろいろ調べてみました。でも腑に落ちる情報は出てこなくて、私は皆さんの知恵を借りることにしたんですね。そしてコミュニティにこの現象について投稿したら、何個か腑に落ちるコメントがついたんですけど、要するに二次プロジェクトは平日の朝の番組でやってて、それを視聴できる人は主に専業主婦だったということで、女性で30歳以上の方が多いということだったんですね。このコメントを見た瞬間、なるほどねってなってすごいスッキリしました。それ以外も TWICE は若い女の子が憧れるイメージ、二次は守りたくなるイメージだという意見もあったりしたんですね。そしてもう一つ不思議なところがあって、アイブのレイとアイドルのソヨ、なんとなくアイブのレイは可愛くて愛嬌もあって男性受けがいいイメージで、アイドルのソヨンはかっこよくてカリスマが半端なくて女性に憧れられるイメージがあるんですけど、視聴者の情報を分析してみた結果、レイの場合は女性の割合が 80% 以上で圧倒的に女性受けが良くて、ソヨンの場合は男性の割合が 41% ぐらいでかなり男性受けが良かったんですね。二人ともイメージと違う結果で非常に不思議なんですけど、皆さんはなんでだと思いますか？これについても皆さんの知恵を借りることにしたんですけど、何個か腑に落ちるコメントがあったんですね。まずはこちら。要するにソヨンは男性も憧れるような才能を持っていて、男性は巨大な才能に憧れる気がするということだったんですけど、このコメントを見て確かにと思いました。昔ビッグバンのジヨンの場合も自分で作曲作詞をしていい曲を作ってたんですけど、男性受けが非常に良かったんですね。みんなジヨンがかっこよくて好きって言ってたんですけど、女性の方がオニョンを見て可愛くて好きっていうのとは違う感覚で、ジヨンの才能ファッションだったり作曲だったりね、カリスマに圧倒されてかっこいいと感じたんだと思います。なんで全く同じ理由でソヨンも男性受けがいいかもしれないと思いました。そしてもう一つのコメント、ド M 男のストライクゾーンです。ソヨンは最初はただ冗談だと思って笑いながら、何これ受けるって思っていたんですけど、後でよくよく考えたらこれも一つの理由になるかもしれないと思いました。世の中の全ての男が女の人をリードしたがるわけではなくて、中にはリードされたい、彼女についていきたいと思う方もいるんですね。トヨンは確か完全に男を支配するリードするタイプだと思うんで、このコメントもあながち間違いではないと思います。レイに関してもいろいろな方にコメントつけてもらったんですけど、一番多くのいいねをもらったコメントがこれで、どうやらレイのビジュアルは母性が湧くらしいんですけど、私は母性とか関係なく普通にレイの顔が好きな男性として、女性の皆さんの思う母性という感覚を 100% 理解することはできなかったんですけど、きっと女性の方だけが理解できる何かがあるんじゃないかと思います。次は別にそこまで不思議な結果ではないんですけど、他の動画のデータも気になる方がいらっしゃると思いますんでね、ニュージーンズ、ルセラフィウム、ブラックピンクについても軽く話してみたいと思います。まずはニュージーンズ、案の定男性の割合が割と高くて平均年齢も割と低いですね。なんでニュージー王子ニュージー王子言ってもね、そこまでいるわけではないと思います。次はルセラフィウム、同じく割と男性の割合が高いゆえに平均年齢が高くて、第4世代の中では20の次ぐらい平均年齢が高いですね。次はブラックピンク、かなり女性の割合が高いんですけど、視聴者の平均年齢はなぜか割と低いですね。多分 TWICE と同じ理由なのではないかと思います。男性アイドルについてはまた今度機会があれば触れてみたいと思います。今回の動画は皆さんがつけてくれたコメントのおかげで作ることができました。私がコメントを取り上げてないとして間違ってると思ってたわけではなくて、コメントをつけてくれた皆さんに感謝してますんでね、また皆さんにコメントつけてもらいたいと思います。大阪で日韓交流会も開催してますんでね、詳細は概要欄からご確認ください。ご視聴ありがとうございました。